バッチジョブはあらゆる時間帯で24時間365日実行されるビジネスクリティカルアプリケーションにタイトなスケジュールでデータを提供しています。例えば連続して実行する必要のある4つのバッチプロセスがあるとします。1つのバッチに1時間かかるとするとバッチ管理者は通常バッチジョブに関連したオンラインアプリケーションを開始する前に約30分の猶予時間をとります。 管理者がこの30分以内に問題を切り分け解決しなければならないとするととても神経を使う作業ですもし開始時間に間に合わないとコスト、可用性、サービスに大きなダメージを与えますその猶予時間を増やすためにおすすめのベストプラクティスをご紹介しますおそらく口で言うほど簡単ではないと思われているでしょう ところが BMC メインビューバッチオプティマイザーでは口で説明する以上に簡単なのです。BMC メインビューバッチオプティマイザーは SMF データを分析してレポートを作成するだけではありません。アクションを起こして最適化してくれるのです。例えばファイルアクセスに効果的なバッファリング戦略を立てたり、処理を並行で実行させたりします。まず人手では不可能な作業です。 BMC メインビューバッチオプティマイザーはこれを自動的に行います。動的に作業をメインフレーム全体に分散することもできます。BMC データアクセ r レ,レーターコンプレッションを追加すれば IO 全体を自動的に減らすこともできます。SMF データの高度な分析に基づき BMC メインビューバッチオプティマイザーはその他の効果的な手段を自動化できます。 無料の BMC メインビューバッチオプティマイザーユーティリティをダウンロードしてください。メインフレームエンタープライズ向けにコスト、可用性、サービスを向上させるために BMC メインビューバッチオプティマイザーで何ができるかお見せします。詳細はここからご覧いただけます。